どうして自分から行くんだよ。誰かに呼び出されたとかじゃねえのか。西園寺さんは絶望病を警戒するあまり、みんなのことを避けて部屋に閉じこもってたんだよ。そんな人が誰かに呼び出されたからってホイホイ外出するとは考えられないんじゃないかな。連れ去られたってのはなんでねえんだ。西園寺は泊まってた部屋にちゃんと鍵をかけて外出してたんだぞ。無理やり連れ去られたとしたら部屋に鍵なんてかける暇はねえってか。鍵をかけたのは犯人かもしんねえだろ。西園寺を連れ去ったことを隠すためにさ。だったらあんな懐の奥深くに鍵を入れたりしないで、もっと目立つ場所に入れておくはずだ。だって誰かに見つけてもらわなくちゃその偽装工作の意味自体がなくなるしな。あの時実際に鍵を取り出したのはお前だったよな。だったらそれくらいは。俺は負けねえぞ。俺の勘が間違いだってのか。最初で最後の見せ場かもしんねえんだから活躍させてくれたっていいだろう。いや、そういう問題じゃ。うるせえ。でかい口聞くのもそこまでだぞ。今すぐ黙らせてやる。西園寺は部屋に閉じこもってたんだろ。やっぱ連れ去られたとしか考えらんねえ。犯人が無理やり西園寺の部屋に押し入って強引にさらってったんだよ。あいつはちっぽくて弱そうだから犯人に狙われちまったんだ。西園寺は部屋に閉じこもってたんだろ。やっぱ連れ去られたとしか考えらんねえ。犯人が無理やり西園寺の部屋に押し入って強引にさらってったんだよ。あいつはちっぽくて弱そうだから犯人に狙われちまったんだ。西園寺は部屋に閉じこもってたんだろ。やっぱ連れ去られたとしか考えらんねえ。犯人が無理やり西園寺の部屋に押し入って強引にさらってったんだよ。あいつはちっぽくて弱そうだから犯人に狙われちまったんだ。ああ西園寺は部屋に閉じこもってたんだろ。やっぱ連れ去られたとしか考えらんねえ。犯人が無理やり西園寺の部屋に押し入って強引にさらってったんだよ。あいつはちっぽくて弱そうだから犯人に狙われちまったんだ。でも西園寺の部屋には鍵がかかってたんだ。その鍵はあいつの懐にあったんだぞ。西園寺が自分で鍵をかけた可能性が高いんだ。鍵なんて犯人がかけたんだって。王国の鍵が懐にあったのだって後から犯人が入れただけかもしんねえだろ。わざわざ鍵を懐奥深くに入れる理由がない。あの鍵には犯人も気づいてなかったんだ。な待てよ。西園寺の死体を思い出してみろ。着物がめちゃあんな風に着物が乱れてた理由は一つ、犯人とバトったからだ。その言葉気悪い気悪い。西園寺の着物が乱れてたのはうまく着付けができなかったせいなんだ。着付け。ああ、その着付けがあいつが自分から外出した理由でもあるんだよ。他们都去发展厂啊，不不，再发展就是往下一个阶段发展。西園寺さんはご自身の着物の着付けにかなりご苦労されている様子でした。きっとそれも彼女が部屋に閉じこもってたことの理由の一つだったのだと思います。ですから私が彼女に教えて差し上げたのです。ライブハウスになら大きな鏡があるのでそれを使ってみたらいかがでしょうかと。ちゃんと差一点。じゃあ、あいつの服が乱れてたのは犯人とバトったからじゃなかったのか。ああ、あいつはあの乱れた着物の着付けをするために自分からライブハウスに行ったんだよ。わかったよ。俺の負けだ。
煮るなり焼くなり脱がすなり好きにしろ。脱光光脱光光脱光光ギャフンとかあへーとか言わせちまえ。あいあいちょ快点脱光光あいあいちょ脱光光あいあいちょ脱光光あいあいちょ。だったら犯人には予想できなかったはずだよね。西園寺さんがライブハウスに来ることなんてさ。新式的和服可以。新式的。その情報を西園寺に吹き込んだソニアは別だがな。来るのは分かったとしてもいつ来るかまでは予測できませんよ。ソニアさんを疑ってんじゃねえよハゲ。ハムスターごと安らかに眠らせんぞ。そうだよ。貴様はなかなかセンスのいい服を着ているようだが、二度と着られぬように消し積みにしてやろうか。もちろん貴様自身をだ。田中さんやめてあげてください。あれ俺の方が下っ端みたいな止め方でしたけど。当然だ。俺様は貴様を殺すチャンスを少なくとも10回は見逃してやっている。で犯人にも予想できなかったんならどうして西園寺はライブハウスで殺されてたんだ。不幸な偶然としか考えられないよ。偶然？多分彼女は自分から向かったライブハウスで運悪く犯行現場に出くわしちゃったんだよ。その口封じに殺されたってのか。ちょうど犯人が三田さんの殺害に取り掛かろうとした頃だったんじゃないかな。きっと三田さんはもう麻袋をかぶせられてて、だから犯人は躊躇なくその場で。それで殺されちまったのか。ただ今回の犯人が一筋縄じゃいかないのは、その偶然を自分の犯行に加えちゃった点だよね。それが見立てを使った殺害順序の誤認トリックか。つまりそのゲスなコアクトは当初は見立てなどやるつもりはなかったということか。卑鄙的小坏蛋。だったら犯人が当初から計画していたトリックって何だったんだろうね。ここまで狡猾な犯人が何も用意しないで三田さんを殺すわけないもんね。あるんですか。なんだよ肝心なことが分かんねえんじゃねえか。なあ狛江だ、お前は何か心当たりないのか。おいいつまで黙ってんだよ。喋っていいの。いや鳥肌が立つほど嬉しいよ。みんなが僕みたいなクズを頼ってくれるなんてさ。很快的啦。で、どうなんだ。口チェックしてる間にずっと考えてたんだけど、やっと結論が出たよ。宮田さんはやっぱり自殺なんかじゃない。ああ何の話してんだ。死んだふりをしつつ偽装工作をした可能性ならあるんじゃないかと思ってたんだけど、でも思い出したんだ、宮田さんの足の裏には血痕がついてたんだよ。だからもし彼女が死んだふりをした後で偽装工作のためにライブハウスを歩き回ったら、きっとその血痕付きの足跡がライブハウスの至る所に残っちゃうはずなんだ。だから死んだふりをしてたとは考えられないんだ。三尾田さんが自殺ってのはありえないんだよ。あのな、
その話はとっくに終わってんだよ。ん？そうなの？こりゃ参ったな。笑ってごまかすしかないみたいだね。マジかよ。役立たずにも程があんだろ。おかしいぞ。おかしいって何がですか？等下全部要拆过一遍哦，什么鬼啦？これで証明できる。ミオダがあの脚立を使って首吊りしたなら、踏み台に足跡が残ってないのはおかしいよな。え？なかったのか？ああ。あの脚立の踏み台は綺麗なままだった。足跡や血痕なんてどこにもなかったんだ。そんな小さなことに気づくなんてすごすぎる。それが選ばれし超高校級の才能なんだね。でも日向さんは言ってましたよね、ミオダさんが脚立を登る映像を見たって。だったらミオダさんが脚立を登ったのは間違いないと思うんですけど。むしろその映像の方がおかしかったんだよ。そうか、その映像に何らかのトリックが仕掛けられていたのだな。ただそれが分かるのは日向君だけだけどね。その映像を見てるのは彼だけだからね。日向さん、お願いします。任せる以上は頑張れとか言わないからさ。まあ始めちゃってよ。ああ、やってみる。
そうだ、思い出した。あの映像には確かに不自然な点があったぞ。聞かせてくれる？不自然な点があったのはさっきも話したあの脚立なんだ。確かにあの脚立の踏み台は汚れてなかったけど、ただその側面には血痕が付着してたんだ。脚立の左側の側面にしっかりとな。没有，日向跟醉木两个一开始就不在场证明啊。ただし、それは俺が病院で見た映像とは違う。あ、そこで見た脚立には血痕なんて付着してなかった。左側の側面は綺麗なままだったんだよ。それは確かに変だね。等一下，我去搬第四颗影幕，等我。
西海的右边的内内的上面有一颗字。三尾田さんが死ぬ直前の映像ってことは、その時点で西園寺さんはもう死んでるはずだもんね。それなのに現場の脚立に付着していた血痕がその直前に見た映像だと付着してないなんて。しかも映像が録画だとは考えられない。だとすると次に考えられる可能性は、その2台が別の脚立って可能性だね。脚立が2台あったってのか。いや、別の脚立などどこにある。ライブハウスにあった脚立はあの一脚だけだったぞ。
じゃあどっちかの脚立はライブハウス以外の場所にあったんだよ。その映像の中で別物だったのは脚立だけじゃないって意味でしょ。すごいよナナミさん、さすがゲームで鍛えた推理力ってことでいいのかな。あの二人は何の話をしてるんですかね。どころかそもそも撮影場所が違ったのかもしれない。撮影場所が違うってどういう意味だよ。つまり俺が見た映像はライブハウスで撮影されたものじゃなくて。哦，一次玩两个游戏好累，我现在在跑步。どこか別の場所で撮影された映像だったんだ。都被撞死了。けど病院のモニターに映るのはライブハウスのカメラで撮影された映像なんだぞ。ならば犯人はその監視カメラセットにも何らかの細工を施していたのやもしれぬな。我没有两个街区卡、啊、看谁要捐钱让我买第二张街区卡、啊、等一下杰洛你挡一下，杰洛上直升机我没办法开，我现在在玩柯南。杰洛你帮我拉下来啊，我下来好了。
刚刚是什么？刚刚那个是什么？摄影机被动手脚，所以摄影机被拿到二楼。跳水十分，哎呀！没有啊，我现在要两只手把交换用，超累的。然后我现在头要转超大的，哎、欸，我现在的萤幕现在是270度了，我要转到那边去，哎、欸，18000块。推理は繋がった。そうか、犯人はライブハウスからカメラだけを持ち出したんだ。自由模式，耶！好，再换回来。そのカメラを使って別の場所で撮影した映像をライブハウスの映像と誤認させてたんだよ。じゃああのライブハウスにあったのはモニターだけだったのか。俺が最初にミオダの死体を見つけた時点ではそうだ。え、我升级了。没有，我在玩两个游戏。サイオンジの死体を出現させた時。没有，我跟你们讲我在忙什么。我的左后方有。另外一个萤幕在玩 GTA。それって、ひなたが最初の時点で気づいてりゃよかっただけじゃねえのか。死体を発見してしまったのですから。真的、我觉得。ありませんよ。我觉得推理这边可以用脚玩呢。我用左手玩 GTA 好了。それもそうなんだけど、犯人はカメラがないことを気づかれにくくするために、残ったモニターの方にもう一つ細工をしたんだ。犯人はライブハウスに残したモニターをバラバラに破壊しておいたんだ。そんな風に残骸だけになってしまえば、そこにカメラがあるかどうかはすぐにはわからない。俺は死体に意識が集中してたこともあって、そんなことに気づきもしなかった。え、俺の電台還沒換完。君がいなくなった隙にそこに持ち出していたカメラを戻したと。我看一下。在两个萤幕，我就可以把我自己围起来。
かも壊して残骸の状態にした上でだ。だけどよ、別の場所で撮影っつってもあの監視カメラの電波はそんなに強くねえんだぞ。ソーダの必死の改造の甲斐もなく、病院からモーテルまでは届かなかったな。病院とライブハウスで通信できただけでも大したもんだろうよ。耶、yeah, 爆头。哦，靠！他自己两个叠在一起的，林老师嘞？我不能叫直升机啦，欸，我要搭啊，你们走你们走你们走，拜拜。よし、わかったぞ。有86，去抢86。86不好。可能性があるのは病院の会議室だ。え？病院の会議室で撮影したのか？けど病院とライブハウスなんてまるっきり別物じゃねえか。だからこそ犯人は何らかの工作を行ってその2箇所を似させたはずだ。病院の会議室とライブハウスなんてとても似ているように思えません。どっちをどう似せたんだよ。会議室をライブハウスに似せたのか、ライブハウスを会議室に似せたのか、はたまたセットでも作ったのでしょうか。もしくはカメラ自体に細工があったか。どっちにしろ撮影場所を見間違えるなんて意外とアホだよな。アホ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 。病院の会議室とライブハウスとても似ているように思えます。どっちをどう似せたんだよ。会議室をライブハウスに似せたのか。ああ、不是这个。可以听弄的跟音乐，音乐音乐的交流。どっちをどう似せたんだよ。会議室をライブハウスに似せたのか。ライブハウスを会議室に似せたのか。お。
はたまたセットが作ったのでしょうか。もしくは彼ら自体に細工があったか。どっちにしろ撮影場所を見まけなかった。意外とアホだよな。病院の会議室とても似ているように思えます。どっちをどう似せたんだよ。ええ、言わんば。ライブハウスに似せたのか。ライブハウスを会議室に似せたのか。そうかもしれない。そこで犯人が行った工作は、現場のライブハウスの方を会議室の映像に似せることだったんだ。そのために使われたのがステージの奥にかけられてた黒いカーテンなんだ。確かあそこにはド派手なカーテンがあったのに、それが事件後になぜか。そのカーテンの上に中途半端な長さの黒いカーテンがかけられてたよね。物見みたいに中途半端なやつね。そうだね。パパ、パパ。好可愛啊。あのカーテンはライブハウスを会議室に似せるために取り付けられたものなのですか？実際ね、会議室のカーテンって普段は目立たないけど、床まで届く長さの黒い遮光カーテンだったんだよ。なるほど。会議室か。確かにあの部屋の床ってライブハウスのステージ上と同じような色だったもんね。じゃあ犯人はその床の色が似ていることに気づいたから、あの会議室を選んだのかもしれないね。他已经半放弃状態了吧。床が似ている上にカーテンまで一緒になっちまえば、見間違えても仕方ねえレベルかもな。でもそれだけじゃないよ。トゥトゥメジャーよ。トゥトゥメジャーよ。もう一つあったはずだよ。等等等等等，我还在开车。另外一个伪装。これで証明できる。もう一つの偽装工作ってライブハウスにあったろうそくのことだな。俺が見た映像ではろうそくが明かりに使われてたけど、よく考えればそれっておかしいよな。ライブハウスには立派な照明があるんだから、わざわざろうそくの明かりを使う必要はないはずだ。それは不気味な雰囲気を演出するためにそうしたんじゃないんですか。好，我刚买的那个防弹背心被卡车一撞都没了啦，500块。病院の会議室とライブハウスでは照明が違うから、撮影時にその照明を使うわけにはいかない。そこで犯人は撮影用の別の明かりとしてろうそくを使ったんだ。ってことはライブハウスに落ちてたろうそくは実際には使われてねえのか。还好房间没有跳电。映像で使われてたろうそくがそれだと。拿错手法 ，sorry。ろうそくの光だと細部まではよく見えねえから、そういう効果も狙ってたんじゃねえか。あの安物のカメラの性能だと暗いところはあんまし映らねえからな。ここまで条件が揃った以上、もう決まりってことで問題ないはずだ。俺が見た映像が撮られたのはライブハウスじゃない、実は病院の会議室だったんだ。
その会議室から偽装工作の証拠を見つけられればもっとすんなり結論を出せたんだけど、さすがに犯人に隠されちゃったみたいで、会議室に行った時は何も見つけられなかったよ。けど間違いねえだろう。監視カメラセットの通信距離内で条件を満たせそうなのはそこだけだし。没有没有没有，要我是一个人是 95%， 要很多就我不知道是几个人，是谁两个人以上变90，我现在是95%好吗？465块。モーテルですと遠すぎますし、映画館は内装に特徴ありまくりでしたからね。でも日向君にとっては驚きの事実だよね。まさか君が病院で見ていた映像が同じ病院の会議室で撮影されていたなんてさ。事件は現場で起きているんじゃない、会議室で起きているんだというやつですね。跳机跳机跳这一机。ミオダの首吊り映像を撮ったのが病院の会議室ってことは、じゃあミオダが殺されたのも会議室だったのか。いやそれはねえだろ。ひなたはその映像を見た直後にライブハウスでミオダの死体を見つけてんだぞ。そうか、あの映像に映ってた麻袋の人物はミオダなんかじゃなかったんだ。不知道耶、应该没有吧、要商店才有。这个あれは犯人が演じてたものだったんだ。差点拿错手吧。这个啊这个啊。我有拍照吧。在这里。这个。一弄是谁？这个啊，这个啊，这个、啊。这个啊，犯人が患者服を着込んだ上に麻袋をかぶって、あたかも犠牲者のように振る舞ってただけだったんだ。きっと実際のミオダさんはその時もうとっくに殺されてたはずだよ。本当の殺害時刻はもっと人目につかない時間、真夜中とか明け方とかじゃないかな。病院からライブハウスに連れ出して殺したとなると、まさか日中とは考えらんねえからな。安安、什么袋子？你们说什么袋子？你看退局的记录就好啦，你自己看退局的记录。ですが、犯人はどうしてそんな映像を捏造してまで日向さんを殺害現場に向かわせたのですか？あの映像を捏造した犯人の目的は、考えられる可能性は一つしかない。そしてその可能性を突き詰めていくと、おのずと犯人も明らかになっていくんだ。 OK啊、可以欣赏我的截图，没有什么问题，对不对 ？JK 这么大方，就让你看一个最养眼的截图，超养眼。465啊！哎，为什么转方向？可以放大。脏脏。貴様はすでに犯人を見切っているというのか。
好。等一下，我刚没注意。等一下，这边是怎样？这边是怎样？这边是怎样？我刚没注意。这边是要指谁？前面在谈什么？医院嘛，对不对？等一下，你好啊，我要上直升机。等一下。好好好。你，我按到什么？等一下，我按到什么东西？お前しかいない。積み木、お前がそうなんじゃないか。何の話ですか。だからお前がミオだと西園寺を殺した犯人なんじゃないのか。さすがにそれはねえんじゃねえか。そんな虫も殺せねえような、むしろ虫にも殺されそうなやつが犯人なんてよ。そうですよ。跳机跳机。私みたいな個人のノルマの壁が人殺しなんて、とんでもない話です。だけど俺とお前だけなんだ。ミオダの映像を捏造することでアリバイを手に入れて有利になるのなんてさ。アリバイ、それが犯人の目的だったのですか。そういえばさっきそんな流れ。对啊，看到被黑化。昨天的边谷山边谷就整个黑化。たまたまですって。小护士，小护士。あの映像を病院の会議室で撮影できたのよ。お前だけなんだ。それもたまたまか。明明就是日向。あの時お前は休憩室に行くって言ってたけど、本当は会議室に行ったんじゃないのか。没有，本来黑白熊在验尸报告会写很详细，只是这一代黑白熊都嘛做一半，很讨厌。そこであらかじめ準備しておいた患者服に着替えて。そして朝袋をかぶって通信を開始させた。そうやってミオダがライブハウスで首を吊ろうとしている映像をでっち上げて、それを俺に見せたんだ。それに俺はあの映像を病院のロビーで見てたんだ。ロビーは病院の外の人間が会議室に行こうとしたら必ず横切らなくちゃいけない場所だ。病院の外にいたやつが会議室に行って撮影したとは考えられねえってことか。真的犯人的美尻。その上、真的黑衣人的身材真的很好。僕とオリソンは絶望病のせいで前後不覚だったから。ということはやはり。ちょっと待ってください。私が殺人なんて、何言ってるんですか。無理ですよ。私なんかに人なんて殺せませんってば。いや無理とかそういうことじゃなくてさ、もう少しまともな反論をしてもらえないかな。そ
それすらできねえってことだろう。なあ、本当にそんな奴が犯人なのかよ。違います、ってば。確かに結びつきませんよね、積木さんと殺人犯なんて。こんなどんくさい女に殺されるやつがいるとは到底信じがたいな。その人嘴巴好坏。どんくさいは余計なのでは。ひなた、それでも貴様はこの女が犯人だというのか。ひなたさんはそこまで私を嫌ってたんですか。没有直升机。是，你在干嘛啦？那手把一直在震动啦。凶手是房东啊。いいかな。要是你。いや、差し出がましってのは分かってるんだ。それ僕なんかの出る幕じゃないよね。出遅れて肝心な時に立ち会うやつがこんな大事な時に口を挟んでいいわけがないもんね。急に。我的 Google 收到钱了，我赚了一块钱，什么鬼？
でもね、今回の犯人だけは絶対に見逃すわけにはいかないんだよ。你骂错人了啦。僕はずっと怪しいと思ってたんだ、最初からずっとね。我的荧幕耶、yeah! 我的荧幕曝光了耶、yeah! 桌上好乱。怪しいと見当をつけた上で望む捜査は心当たりなく進める、それとは結果が大きく異なる。おい、何が言いたいのだ。そのおかげでね、僕らみんなが知らない事実を知るに至ったんだよ。マジでか。みんなの活躍に夢中で言いそびれてたんだけど、そろそろ行ってもいいよね。わざと黙ってたんじゃねえだろうな。これはゲームじゃねえんだぞ。ゲームだよこれは。有人被吐槽了。問題発言はやめてください。それで小前田君は何を知ってるの？いや大したことじゃないんだよ。ただ犯人につながる決定的な手がかりってだけだから。然后这是我的麦克风，耶！好，就这样。好，今天的傻避暑结束了，就这样。好。Okay, 大したことある。的な手がかりなんて、そんなの本当にあるんですか？早速見てもらおうかな。ほら、これだよ。塞，你这样飞我就要吐了啦！ミオダさんの首を吊っていたロープなんだけどさ、これってスーパーから調達したものだよね。ライブハウスにロープなんて置いてなかったもんね。またスーパーかよ。あそこは犯罪グッズの温床だな。スーパーから持ってきたってことはさ、犯罪的温床啊。つまり。新品の状態で持ってきたってことだよね。それが何だってんだ。新品ってことを踏まえた上でこのロープに注目してもらいたいんだけど、ロープの中央くらいかな。強く擦ったみたいにささくれ立ってるんだよね。でもどうしてこんな風になったのかな。三尾田さんの首を吊った輪っかの部分はもっと端だし、
照明バトンに吊るされてた部分がその逆の端の方なんだよね。おい、話が長えぞ。ささくれ立ってるのが何だってんだよ。つまりね、僕の推測だとこのロープはこういう風に使われたと思うんだ。犯人は三代田さんの首にロープを引っ掛けたまま両端を思いっきり引っ張って首を絞めたんだよ。ロープの中央部分が傷んでるのはこの部分で三代田さんの首を強く絞めてたからなんだ。ちょっと待てよ。さっきから聞いてれば最初からロープの手がかりに気づいてたみたいに。だったらお前が捜査中に俺に言った言葉は何だったんだ。学級裁判では必ずしも全員が協力し合うわけじゃない。嘘をつく者や真実を隠す者も当然現れる。那个落叶，你看那个黑衣人的身材根本超赞，对不对？今回の犯人のようにね。你就让他那个肌肉上面那个他的胸肌会跳动，当一当一当一。そんなことよりロープの話はどうなったんだよ。犯人がロープでミオダの首を絞めて、それで。それでも何も、僕の話はもう終わっちゃったよな。ちゃんと言ったつもりなんだけど、決定的な手がかり。三代田さんは首を吊ったわけじゃなくて首を絞められて殺されたんだよ。似たようなもんだろ。首吊りと絞殺は似てるようで全然違うよ。首の線条痕も変わってくるしね。線条痕って縄の跡ですよね。なのに僕らは首吊りと思い込んだ。それってどうしてかな。誰かの嘘に騙されたのか。現場の死体が首を吊ってたせいだろ。あれを見れば首吊りだと思って当然だ。モノクマファイルの情報不足も一因だ。首吊りか絞殺かは明記してなかったからな。むしろ勘違いした方が悪いんですよ。三代田さんは首を吊ったわけじゃなくて首を絞められて殺されたんだよ。似たようなもんだろ。首吊りと絞殺は似てるようで全然違うよ。首の線条痕も変わってくるしね。線条痕って縄の跡ですよね。なのに僕らは首吊りと思い込んだ。それどうしてかな。誰かの嘘に騙されたのか。現場の死体が首を吊ってたせいだろ。あれを見れば、それで反応ファイルの情報、首吊りか絞殺かは。むしろ勘違いした方が悪いんですよ。
说谎话那句，说谎话那句。ミオダさんが首をつっ、首を絞められて殺されたの。似たようなもんだ。首吊りと考察は首の線条痕も線条痕って何。僕らは首吊りと、それどうしたかな。誰かの嘘に騙されたのか。そうかもしれない。そういうことか。俺たちはあいつの嘘にまんまと騙されてたのか。我的台现在调1080，哎，没有7207，有的人电脑可能会看不，你网络不好的话可能会看不起，因为我上传调2000多，你如果低于10N应该会有点那个，或者是你记忆体或那个 CPU 不够力也看不见。你把我的实况台右下角可以调画质的。あれは嘘だったんだ。把画质调低一点。それは、そうやって嘘の死因を言うことで、俺たち全員を騙してたんだな。我被抛弃了，直升机开走了。首吊りと考察の違いなんて、積木さんが見ればすぐに気づいたはずだよ。超高校級の保健委員の才能を持つ積木さんならね。ちょっと待ってくださいよ。你电脑是不是很久没关了？还是你有什么在吃你的记忆体？你看，你看你电脑的记忆体是不是被什么东西吃掉了？そもそも私は観察員じゃないですし、因为影音网站，比如说那个。YouTube、Nico Nico 跟 Twitch 其实都是用 Adobe Flash 去跑的，然后该死的 Adobe Flash 超肥大，它超吃资源的。だから間違っても仕方ないじゃないですか。そうですよね。むしろ今までよくやってくれた方ですよね。でも首吊りか考察かくらいは酔っ払った医学生でも気づきそうなレベルだけど。酒醉的医学生。かばうわけじゃねえけどよ、専門外にドジが重なったらミスも出てくんだろう。所以他才是超高校级的、超高校级的那个卫生股长啊，因为他们这个学校很夸张，那个超高校级的那个什么技师什么都能发明出那个篡改记忆的那个机器，超强。そうなんです。ドジだからうっかりしちゃって。積木はずっと俺を看病してくれてたんだぞ。そんなやつを疑うなんて俺は嫌だからな。献身的に看病してたからこそ三代田さんをおびき出すことができたとも考えられるよね。はあ、それでなくても彼女はすっかり真面目になって誰の言うことでも信じてしまう症状になってたわけだし、自分を看病してくれてる積木さんにだったらホイホイついていっても不思議じゃないよね。積木が看病を名乗り出たのは最初からそれが目的だったってのか。そいつはちっとゲスの勘繰りってやつが過ぎんじゃねえのか。本当にゲスなのは僕じゃなくて積木さんの方だよ。だって人殺しなんだよ。だから違うって言ってるじゃないですか。もう許してくださいよ。悪いけど許すわけにはいかないんだよね。積木さんの犯行だけは絶対に許すわけにはいかないんだ。許すも何もまだ積木さんが犯人と決まったわけではありませんし。ふん、そっか。
みんなは優しいんだね。まあそれがみんなの選択だって言うなら、僕は。でも本当にそれでいいの？それがみんなの希望なの？しつけえぞ！それ以上言うとマジで殴るぞ！でも私は本当に犯人なんかじゃないんですよ。本当に違うのか？いい加減にしろよ。もういいって言ってんじゃねえか。いいわけないだろう。俺だってこんなことしたくない。そんなの当たり前だろう。当たり前だろう。だけどやるしかないんだよ。仲間を信じらんねえのかよ。そうじゃない。信じたいからこそ疑うんだ。投票选黑白熊啦。なんだよそれ。あのね、信じることと疑うことってきっと反対の意味じゃないと思うんだ。はあ？疑いもするけど、それでも信じたい。その先にあるのが信じるって気持ちなんだよ。だって疑う余地のないはっきりしていることなら信じる必要だってないでしょ。難しいこと言うなよ。俺にはよくわかんねえよ。誰かを信じるためにはね、疑うってことを乗り越えなきゃいけないんだよ。疑うことを放棄した信じるなんて、そんなのただの嘘っぱちだよ。わかったよ。じゃあ好きにしろ。俺はもう止めねえよ。会不会开始升级啦？烂的。は？何ですかそれ？坏掉了，坏掉了，坏掉了。ああ、そうやって結局は私をいじめるんですね。詭弁で自分を正当化して。自分は悪くないみたいに言い訳して、みんなそう、いつもそう。悪いのは私だって。私に問題があるのがいけないんだって。そんなのもうたくさん、もうたくさんなんですよ。おい積み木。ずるいよ、ずるい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 よ。どうして私を許してくれないんですか。自分のやったことはすぐに許しちゃうくせに。私が何をしたって言うんですか。なんで誰も許してくれないんですか。次はまともに話してくれない作戦かな。これはこれで厄介だね。それに実は僕もネタ切れなんだ。どうやって認めてもらえばいいか悩みどころだね。手がかりがないなら出してもらうしかないんじゃない。私もね、日向君と一緒だよ。仲間を疑うなんてしたくない。でもね、この中の誰かがその大事な仲間を殺したのも事実なんだよ。私たちがやりきらなきゃダメだと思う。
この絶望のような連鎖を断ち切るためにもね。ねえ積木さん、最後に一つだけ聞かせてくれるかな。あなたが犯人じゃないってことはさ、日向くんが見た映像を捏造したのも私じゃないに決まってるじゃないですか。それって証拠はある？証拠？だったら逆に私がその映像を捏造したって証拠はあるんですか？そうですよ、証拠を言ってみてくださいよ。だってあの映像が会議室で撮られたことだってただの推測じゃないですか。这角度看起来好像是醉木的头上 有那个耳朵一样。その推測なんかで病院にいただけの私を犯人扱いするなんて、そんなの無茶苦茶です。私は何も悪いことしてないのに、私ばっかり嫌われなくちゃいけないんですか。いい加減に許してくださいよ。大丈夫かこいつ、情緒不安定になってんぞ。他的 switch 换掉了，坏掉了。ようやく反応してくれるようになったね。ただ彼女の主張のどこに穴があるのか、それを判断できるのはやっぱり日向くんだけだよ。だからもう一度君に任せるね。寝てせーね。啊、为什么那个路人边走边吃热狗，看到我就跑掉？どうして私が犯人だって決めつけるんですか？どこに証拠があるんですか？許してください！哦，你们是台湾的官员是不是？全部都推给我，推来推去。最后的证词是什么？遇到九头龙。会議室で映像を撮影したのは。君以外に考えられないんだよ。あ、証拠でもあるんですか？その人が被ってた麻袋が証拠ですか？彼女が着てた患者服が怪しいんですか？それとも履いてた病院靴ですか？ミオダと積木は体型が明らかに違うはずだ。その体型が証拠になりますか？患者服の下の体型が判別できたんですか？あの映像だけで？あんなカメラアングルだけで、薄暗いろうそくの明かりだけで、俺ね、俺ね、正確な体型なんて分かるわけないですよ。だからもう許してください。日向くん、注意深く聞いてね。犯人のミスを指摘できるのも君だけだよ。所以是会議室で映像を撮影したのは君以外に考えられないんだよ。あ、証拠でもあるんですか？その人が被ってた麻袋が証拠ですか？あー、無事でか。くそ。うわー。
会議室で映像を撮影したのは君以外に考えられないんだよ。あ、証拠でもあるんですか？その人が被ってた麻袋が証拠ですか？彼女が着てた患者服が怪しいんですか？それとも履いてた病院靴ですか？ミオダとツミキは体型が明らかに違うはずだ。その体型が証拠になりますか？あ、鸡眼蛋哦。患者服の下の体型が判別できたんですか？あの映像だけで？あんなカメラアングルだけで？薄暗いろうそくの明かりだけで？正確な体型なんてわかるわけないですよ！だから、もう許してください！ひなたくん、注意深く聞いてね。犯人のミスを指摘できるのも君だけだよ。私は犯人なんかじゃありません！会議室で映像を撮影した君以外に考えられないんだよ。あ、証拠でもあるんですか？その人が被ってた麻袋が証拠ですか？套着的麻布袋是吗？彼女が着てた患者服が怪しいんですか？それとも履いてた病院靴ですか？ミオダとツミキは体型、その体型が証拠、患者服の下の体型が判別できたんですか？あの映像だけで？あんなカメラアングルだけで？拍摄角度、薄暗いろうそくの明かりだけで？昏暗的灯光、正確な体型なんてわかるわけないですよ！だからもう許してください！ひなたくん、注意深く聞いてね。犯人のミスを指摘できるのも君だけだよ。会議室で映像を撮影、君以外に考えられない。証拠でもあるんです。その人が被ってた麻袋が証拠で、彼女が着てた患者服が怪しいんです。それとも履いてた病院靴ですか？ミオダとツミキは体型が明らかに違うはず。その体型が証拠になりますか？患者服の下の体型が判別できたんですよ。主観刚刚有讲啊、主観有讲啊。あんなカメラアングルだけで、その矛盾打ち抜く。ツミキ、お前は決定的なミスを犯したぞ。ミス？今まで何度も言ったように、あの映像を見たのは俺だけだったんだ。それがどうかしたんですか？你看他耳朵又在動。でも俺はあの映像のカメラアングルに関しては今まで何も言ってないんだよ。それなのにどうしてお前はあんなカメラアングルだなんて、まるで映像を見たようなことが言えるんだ？日向君しか見てない映像のカメラアングルを積木さんが知っていた理由。それは君がその映像を撮影した張本人だから。そういうことでいいのかな？それが嘘の代償なんだよ。必死に反応するほどドツボにはまる。積木さんも嘘をついたんだね。マジかよ。マジだ。